高子先生、はい、どうやって自分に合うコンサルの先生を見つけたらいいですか？おう、それをコンサルである私に聞くパート2 パート2 まずコンサルタントって、まあ、変な話ね、失敗する人も多いですよ。うまくいかなかったって。でもこれって私思うに、もうね、相性の問題だなと思ってるんです。だからお見合いと一緒だから、一発で見つかればラッキーなんだけど、見つからないことの方がもしかしたら多いかもしれない。で、一番じゃあどうやって相性が合うかって見つけるっていうのは、その人の発信している本とかブログとか動画とかの思考、思想、それに共感できるかできないかがね、多分一番大きいことだと思うので、下調べ的にはそれで合う人を探すのが一番いい、相性探せるんじゃないかなと思うのでね、やってみてちょうだい。